皆さんこんにちは。改めましてイリメージです。今回なんですけれども、やらなきゃよかった美容医療トップ5を皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。特に1位はマジでやらない方がよかった、本当にお金の無駄だったなというものなので、ぜひね、私の失敗談をご覧いただいて、皆さんのね失敗につなげないようにしていただきたいなと思います。これは私の経験談をもとに皆さんにシェアをさせていただいておりますので、1位個人の意見としてご覧いただければ嬉しいなと思います。それでは早速動画に行ってみましょう。第5位はヒアルロン酸です。これは私のこちらのね動画でも皆さんにシェアをさせていただいているんですけれども、この目のくぼみの部分に対してヒアルロン酸で埋めて影をなくすっていう施術だったんですけれども、韓国で受けたんですけれども、失敗をしてしまったという点ですね。後に、まあ、これはもうすぐ綺麗になったんですけれども、やっぱりね溶かさないといけない、ヒアルロン酸を溶かさないといけないっていうね、本当手間もかかってしまいました。なので、まあ、ヒアルロン酸っていずれなくなってしまうものなんですね。瞬時に綺麗にはなるんですけれども、やっぱり継続して使用とかが必要になってくるものなので、逆にねお金がかかってしまうものかなとは思います。ただ、まあ、ヒアルロン酸ですごくね綺麗にされてる方もいらっしゃるので、これはね、まあ、一個人の意見なんですけれども、ヒアルロン酸は、まあ、なるべくやらない方がいいかなと思います。私はねそれ以降もうヒアルロン酸については全くやっていない状態です。はい。で、なんか意外となんかすごい切ったり私してるんじゃないかなって思われる方も中にはいらっしゃると思うんですけれども、私そう切るとかはやったことないんですよ。例えばなんですけれども、まあ、このフェイスラインを切ったとか、あとは二重の幅切ったとかは意外とこう切る系のは全くやっていなくて、糸とかもやったことはないです。今の状態で、まあ、自分は満足をしているのでやっていない状態です。はい。続いて第4位の発表です。第4位ちょっと意外かなと思います。第4位はハイフです。はい。私ハイフを日本では1回もやったことがないんですけど、あ、嘘ついた、待って、1回やったことあるわ。23歳ぐらいの時に初めてやって何も効果がなくてやめたんですけれども、その後27歳ぐらいに1回韓国で受けたんですけれども、20代はそんなにたるみっていうものがないんですよ。なので、まあ、20代後半の方が施術をねやっていただくっていうのはいいとは思うんですけれども、私は早かったし、やってもなんかあんまり効果がなかったなと思うものがハイフでした。で、ちなみにこのハイフっていろいろ種類があって、私は韓国でシュリンクとダブロというものを受けました。これなんで韓国で受けたのかっていうと、韓国って日本の2分の1ぐらいの値段で施術が受けるんですよ。ハイフわからない方にちょっとご説明を簡単にさせていただきたいんですけれども、これは筋膜層にピンポイントに照射熱を与えることによってお肌をキュッと引き締める効果があるっていうものなんですね。めちゃめちゃ簡単に言うと、なんかお肉を焼く時と同じなんですけれども、お肉焼くとこうキュッと小さくなるじゃないですか、まあ、そういった原理のような感覚です。引き締め効果をするハイフなんですけれども、一番強いものがウルセラって言われているんですけど、アメリカ製のものですね。ウルセラはやったことがないです。これなんでやったことないかっていうと、めっちゃダブルゴールドで痛かったんですよ。骨を削られてる感覚、しかもそんなに痛いのにそんなに変わらなかった。だからもうやらないって決めたものなんですけど、マジでダブルゴールドは痛い。でシュリンクっていうものはウルトラフォーマー3と言われているものなんですけども、シュリンクは我慢はできたぐらいだけど、あんまり効果がなかったからもうやらない。今後のお肌に結構左右されるとも言われていますので、まあ、これはね個人差があります。個人的には第4位に入れさせていただきました。はい。第3位なんですけれども、鼻ボトックスです。効果が1ミリも分からなかったって言えるほどなんですけれども、ボトックスってその発汗作用をちょっと抑える効果があって、小鼻にボトックスをこう打つことによって発汗作用を抑えて毛穴をキュッとこう引き締める効果っていうものなんですよ。で、私はハイドロフェイシャルやった後にいつも鼻ボトックスっていう流れでやってたんですけれども、毛穴引き締まらないし、これかなり継続的に行わないと効果がわからないものだと思うんですよね。まあ、美容医療って最低5回ぐらいは受けてやっていただくことで効果がね得られるものなんですけれども、なんかね何回もやってもあんまり鼻ボトックスはわからなかったので、私には合わなかったのかなっていう形です。この鼻ボトックスに関しては皆さんに知っていただきたい情報なので、今度ね特集で皆さんにシェアをさせていただきたいと思うんですけれども、私はやらない方が良かったなと思った施術でした。続いて第2位の発表です。第2位は
肩ボトックスです。はい。これはね、第3位と本当にかなり迷ったんですけども、肩ボトックスは、やっぱり筋肉量がすごく大きいので、効果がリアルに遅い。で、肩ボトックスは何かっていうと、肩こりにもすごく効くものなんですけれども、肩の筋肉で張ってしまっているところを抑えてくれる効果があるんですけれども、ボトックス。私、すっごい肩こりやばくて、日本にいるときは結構マッサージとか通ってたんですけど、マッサージって一時的なものであんまり意味がないんじゃないですか。なので、まあその肩ボトックスも併用して打ってたんですけれども、それをやるよりもストレッチをやったり、簡単な、ね、運動をやった方が肩こり解消されるの方が私は自分には合ってました。かなり長期的に見て施術を行える方でしたらやっていただいた方がいいとは思うんですけども、長期的に見て予算も大丈夫な方が、続けていただければいいかなと思います。効果がある方もいるので、これはね本当にね、もう美容医療とかもそうだけど、かなりギャンブル的なところはあるんですよ。なので本当にそれがその人に合ってるかっていうのがお伝えできない部分ではあるので、なのでこれは私のね実体験をもとにお伝えをしているんですけれども、これが第2位です。はい。そして第1位の発表です。これはマジで皆さんに知っていただきたいものなんですけれども、第1位は脂肪溶解注射です。私が打ったものは BNLS アルティメット注射っていうものなんですね。これは天然ハーブから抽出した製剤を主成分としたテオキシコール酸というものをその中に入れているんですよ。そのテオキシコール酸というのはアメリカの FDA で脂肪溶解に効果がありますよっていうちゃんと認可された製剤なんですけれども、これがねこの BNLS 注射なんですけれども、すぐねこう痩せたいなと思ってこの BNLS 注射っていうものを知って、ダウンタイムもなく自然に1週間ぐらいで痩せれますっていう謳い文句だったんですよ。私もねその当時今ほどこの美容に医療に対してすっごく経験もなかったし、ちょっとやってみようかなと思ってやったんですけど、しかもダウンタイムあんの普通に。で超これびっくりしたのが、こんなに腫れちゃってんので、そこに注射を入れるからなんか水がこういるのが分かる感じ、もう全然ダウンタイムないですよみたいな感じで広告でよくあるんですけど、全然ダウンタイムありますからね。ここにこんなにこう風船のようにもうボヨンボヨンになってて、で私マスクして隠したんだけど、マスクからもう飛び出ちゃうぐらい、でオタクのもう20倍やばい感じで、まあ私はねその時買い物に行ったんですけど、まあ普通になんか2回ぐらい見られるぐらい、もうマスクから飛び出ちゃってるから、このお肉みたいのが、この人めっちゃなんかここだけめっちゃデブじゃんみたいな多分思われたと思うんだけど、わかんないけど、かなりこうやばい状態だった。だから全然ダウンタイムもあるし、今まで生きてきた中で一番意味のなかったなと思うものでした。なので楽に痩せようっていうのはやっぱりねないということを改めて実感したなっていう製図だったっていう感じですかね。はい。で皆さんね、 BNLS 注射絶対にやらない方がいいと思います。これで成功した人いたんだったら教えてほしいので、ぜひコメントにください。そして皆さんの何か失敗談とか、なんか不安なこともございましたら、ぜひねコメント欄に記入していただけると嬉しいです。はい。ということで、ね、今回トップ5をその皆さんにシェアをさせていただいたんですけれども、まあ、それぞれね効果効能を個人差がありますので、ぜひね参考にしていただければいいんですけども、これだけは入れるのは1位の BNLS 注射は絶対にやらない方がいいと思えるものです。はい。なので、ぜひ皆さんね無駄にねお金を使わないように、そして、最短で、なるべく綺麗になれるように、ぜひ私のチャンネルを登録をして、いいねをしていただければ、嬉しいなと思います。私のチャンネルでは元美容部員の経験を生かし、美容医療から海外コスメまで幅広く皆さんにシェアをさせていただいております。旅の動画も出しておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。